入口東松戸ゆいの花公園は千葉県松戸市東松戸1丁目17番の位置にある公園である。公園分類は特殊公園の花とは実際にある花のことではなく市民一人一人が花によって結ばれる願いを意味するものである。結を参照のことマグノリアハウス公園の面積は約1ヘクタールである。柔らかな芝生が敷き詰められベンチや パーゴラも設置されている。花やハーブが植えられた丘、山野草が植えられたロックガーデンが設けられている。より花や緑に親しんでもらうため、園内のあちこちに植物の名前の書かれたプレートが添えられている。木霊の花びらをイメージしたガラス張りのマグノリアハウス。談話室や花の講習会の会場として、また休憩スペースとしても利用できる。 花と緑の情報を調べるための書籍やパソコンも用意されている。身体障害者対応のトイレがある。40代。駐輪場もある。入園無料。2007年3月2日の松戸市議会における市長答弁東松戸由結の花公園の概要。ありがとうございます。